それで何がダメで、何があれなのかな、ちょっと問題なのかなっていうと、まあこういうそのこういうマーキングの仕方が今かいっぱいいっぱいで作りすぎなんですよね。特に建物、洋服とかはただ捨てればいいんですけれども、こういう建物とかって建てすぎるともう維持できないから、さらに生むってことになるんですよね。だから多分増してるんだと思います、八王子とかあっちの方で。だけどそうだ、あとこれだしね、そのここの芝浦のとこですね、八王子市のちょっとまあアフリカ人と混ざった日系人かな、ほぼもう私は日本人だと思って接してたんですけれども、三浦純のコンサートに行きたいと、誰も行く人がいないので来てくれないかと言われて一緒に行ったんですけども、ここだったかな、ほとんどお客さんはいなくて、あまり別にどこが面白いのかと思ってました。でも何でも経験、見るぐらいだったら、特に支障はないので、何でも社会勉強だなと思いました。それで、あれですよね、この、なんか工業デザインの方ってよくわからないんですけれども、古い新宿、私ぐらいの年齢になると、もう20年前の新宿っていうのは、若い人にとっては、大昔に思えるんですけれども、私にとっては、ついこの間のことのようで、よく小田急で、この裏になるのかな、この住友ビルの向こうが小田急のデパートで、なりますけど、しょっちゅうユダヤ人の男性かな、アメリカのユダヤ人、テレビのスタッフとかのユダヤ人の男性と、韓国人女性ですね、新井菜々緒さんみたいな系統の方が、よくその小田急のレストランでデートしてました。それで、あ、そうなってるんだなって思いましたけれども、それが八王子のあたりまで、そういう同じような方々がデートしてて、あとジャマイカ人とかアラブ人が組んで、よく中央線で女子学生をナンパしていたので、オウム真理教の話をしたらびっくりして去っていきました。それで、あれですね、今もそうなんですけれども、全くその考え方が違って、その誰でも老化現象って嫌なんですけれども、特に日系人の方とか、要はその不良系の方かな、あまりなんかそのオレオレ的な方ですね。で、自分たちが若い女性を追うから、女性も年を取ったら若い男性を追うと勘違いされてるんですけれども、女性って子供を産むようにできてるので、そういう方って少ないと思います。それで、そういう人たちはもうずっとな、ずっとそういう方なので、まあ適当に合わせて、無視してるしかないんですけれども、さすがにこの間は110番しなきゃいけないなと思ったのでしました。そういうことはあんまり好きじゃないんですけれども、それで、すごく言いにくいんですけれども、差別と言われてしまうので、もう20年以上も前から濁った肌の人ですよね、おじさんですよね。すごく日系人の方ってすごくその努力家の反面権威主義で、すごく若い女性に対して執着するので、私も若い時苦労しました。30代前半ぐらいまでですね。今もう50近くなったらもうほとんどなくなりましたけれども、もう一つはですね、こういう都市がですね、どうして維持できたかっていうと、ここまでアメリカの金髪の青目の方がものすごい地道に努力してきたんですね。そういうのを見てるので言わなきゃいけないかなと思って言ってます。テレビとかで何も放送しないので、渋谷の
ゴミゴミしたところを、アメリカ人の女性が、20代後半ぐらいの女性が、もう汚い格好して、パトロールしてたんですね、ずっと。渋谷とか繁華街をですね。すごい大変な思いしてるのをものすごい山のように見てきたので、あともう一つはあれかな、2002年の11月27日に茅場町の駅で5両目と6両目の間に乗っていて、まあ、地下鉄サリンの時もそうですけれども、たまたま電車が急停車して茅場町の駅で、パッと目の前を見たら、日系人の男性の、ビジネスバッグと靴が揃えて置いてあって飛び込んだようでした。でも目の前にそれがあったので、ものすごくびっくりして、またかと思ったんですけれども、みんなが覗いているその連結部分ですね、そこに男性が絡まってたみたいで、そちらの方を見たら、やっぱりパトロールしているアメリカ人の金髪の青目のイギリス系だと思うんですよね、イギリスの方だと思うんですけど、カミラ夫人みたいな方ですよね、容姿、見た目は。やっぱり向こうの人っていうのは綺麗なので、平均的に汚い、わざと汚い格好して地道にその繁華街とかいろんなところ、アメリカの方とかイギリスの方とか、女性がですね、男性もそうですけれども、女性がかなり苦労して、20代から、まあ、60代ぐらいの方かな、パトロールしてました。それで、茅場ちゃんの時に飛び込んだところを打ってみたら、やっぱりイギリス系の女性のカミラさんみたいな方が、小柄な方ですよね、割と。で、びっくりしてて、怖がってて、やっぱみんな怖いんだと思って、それで5分ぐらい電車の中に閉じ込められていて、ようやく開いたんですけれども、外から見たら、ようやく駅員さんが来て、外から電車の外から見たら、足がもうちょっとグロテスクですけれども、足が90度に曲がっていて、びっくりしてさすがに気持ち悪くなって、茅場町の駅の地上に出たら、ちょうど心臓この機械でマッサージされて、もうほとんども死んでますよね、亡くなってます。ですけど、救急隊員の方が助けてるんですよね、一生懸命。で、茅場町からどこか近隣の大きな病院に、運ばれていきました。で、その時ちょっとそういうことがあって、カミラ夫人みたいな人と、アメリカ人だと思うんですよね、雰囲気からして、ジーンズ履いて、何もちょっと無言になってしまったんですけれども、ちょっとびっくりしてしまって、で、かなりもう30、ここ30年ぐらいはずっとそういう外国の方の、特にイギリスとかアメリカの方ですね、金髪の青目の方がもう本当に手分けして、いろんなところで、まあ、今はちょっと防犯カメラとかこういうものが、スマホとか発達しましたけれども、当時ものすごい大変だったと思います。今だと50代から80代ぐらいの方ですかね、本当に大変だったと思います。だからもう私ももう50近いので、こういうことは苦手なんですけれども、一応言わなきゃいけないなと思って、こういうスマホを使って YouTube で話しています。